ご視聴どうもありがとうございます。愛知県蒲郡市でね、25年間整体をやってきた、まあ、変わった不思議な、整体師です。まだ私が最近ね、まあ、すごく気になるこの巻き方ですね。まあ、腕が巻き込んで、まあ、肩が巻き込んで、そして肺が潰れる、肋骨が潰れて肺が潰れる。結局酸素量がね、すごく皆さん少なく、数量がね、少なくなっている、と思います。そんな形の中で、まあ、赤ちゃんがね、授かって、まあ、1月10日お腹の中にいる赤ちゃんに、酸素をね、供給する量がですね、やはり少なくなってしまったらというふうに私はちょっと考えてみて、うん、ですから、まあ、妊娠する前、まあ、妊娠した後でもいいんだけども、もうとにかくこの巻き方ですね、腕の緊張を、まあ、抜いてあげる、これを抜くことで、腕の緊張を抜くことで巻き方も調整できて、そして肋骨、鎖骨、肩甲骨がしっかり動いて、肺がね、こう動くスペースがちゃんと確保されて、大きな呼吸ができる、そして酸素をたくさん供給して赤ちゃんにも酸素を送ってあげる。ですからこの、お腹の中にいる赤ちゃんに対してもですね、酸素はきっちり送れるようにですね、まあ、妊婦さん、お母さんになられる方たちはですね、ぜひね、調整を私はするべきだというふうに思っています。まあ、他にもね、たくさんその、巻き方になる理由をね、たくさん載せてる動画もありますので、ぜひ参考にしていただいて、赤ちゃんね、かわいい我が子、愛する我が子のためにですね、酸素をたくさん、送ってあげましょう。愛知県蒲郡市というところでやってますが、まあ、コロナの影響でわからないですけども、東京、大阪、全国にですね、出張したいと考えています。よろしくお願いいたします。